日本関東地方神奈川県川崎市川崎区、宮本町宮本町は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されておらず、町名は設けられていない。面積は72,472.68平方メートル。郵便番号は2100-0004。川崎区の北西部、京急川崎駅。 JR 川崎駅の東方に位置し、東は国道15号、南は神奈川県道9号川崎府中線に面する。町の南西部には川崎市役所本庁舎、周辺に,に第2第4庁舎があり、行政の中心となっている。1938年に竣工した本庁舎は時計塔が特徴であったが、老朽化が進んだため2016年度より超高層。 建築物への建て替え事業が開始した。新庁舎帝層部には、旧本庁舎の一部が復元される予定であり、敷地の一部には京急大支線の地下線を通す計画がある。第一、京浜沿いには稲毛神社があり、境内の半分ほどは公園になっている。町の中央部には、九温寺や幸福寺の寺院があり、北部は集合住宅が多い。百二十四年に、 神奈川県吉珠郡川崎町堀の内、宮前、江の町の一部から宮本町が新設された。同年7月に、市政志向により、川崎市の町名となる。1964年、宮本町の一部が、本町1.2丁目と堀の内町に編入されると、共に宮前町、砂子1丁目、東3丁目の各一部を編入。1972年には、 川崎市の政令指定都市移行に伴う区政施行により、川崎市川崎区宮本町となる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。